これってさ、このさ、お腹の下に巻くんって言うのがシャギーン。モロッコ、モロッコいいな。こっちは醤油水菜さん水菜さん、はい、はい、すいません、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、これ一緒です、はい、あ、1キロぐらいにはなるんです、ただ今日のマルシェでこう間に合わせたんで、はい、ちょっとねこれ辛いかも。いっぱい入れてください。あ、下の方が大きいかもしれない。もう下の方まで行ったら。ほら見て、大きいよ。大きいっつって。どうじゃ。両替してないけど。ちょっとこれ。これ暇だな。ちょっと撮っていいですか。どうぞ。顔つくんで。下だけ映るか。全然あの影響力ないと思うんですけど。いやいや、ずっと残ります。お願いします。やべえ、これマジうめえ。もうあの8キロばかり持って帰ってください。あ、はい。本当に持って帰りますよ。もう持って帰りたくないね。わかります、わかります、わかるわ。そうですね。あ、ありがとうございます。あ、はい。だそうです。岡垣町役場に行ってちょっと畑を聞いてみたいと思います。どうぞ、誰かお買い求めはい、
マルシェ終わって帰ってきました。で、片付けが全部終わって、で、昨日ですね、マルシェの準備でこのぼかし火、後期性発酵途中のぼかし火、これの攪拌がですね、ちょっとサボりがちになってまして、ちょっと1日サボっただけなんですけど、ちょっとね、これちょっと白い、白じゃなくてちょっと腐敗の方向に偏った、まあ、混ぜてね、これをずっと攪拌していくと、いい菌の方がですね優先に働いて、これも分解してくれると思いますんで、まあね、問題ないと思います。はい、もうね10日以上経ったんで、結構ね分解は進みつつあるんですけどね、だいぶ水分がちょっと飛んでしまって、ちょっとまずいかな。もう少し水分入れてやらんと、今ね元気性発酵じゃない、今後期性発酵が若干止まりつつあります。中の方はね湿気で水分がある程度溜まって発酵が進むんですけど、50度ぐらいは絶対あるんですけどね、混ぜて40度以下にしてやらないといけないんですけど、外はどうしてもねちょっと乾燥しがちで発酵が止まっている状況になったりしてますね。でもまあ長い目見て、あんまり水分与えすぎは腐敗がどんどん進むんで、まあちょっとずつ分解してもらってっていう感じでいいかなと思います。はい、じゃあそんな感じで今日マルシェ終わった後も家でぼかし火の攪拌作業をしてました。マルシェ久々1ヶ月、4月にマルシェあって、次5月がちょっとなんかね、緊急事態宣言で中止になってたんですけど、今月はやっとできました。来月がねまたマルシェやりますんで、まずその時はまたいい野菜をいっぱい出して売り上げを前回ね、今回よりも売り上げアップを狙いたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。